はい、こんにちは。沖縄おばばです。今日は新しいこの塗り絵に入っていきたいと思います。これですね。可、え、愛、ー、い,い女の子の塗り絵です。はい。まず、えー、続きです。これ、あの、最初からではないので、途中からなので、この女の子の、今日は皮膚を塗りたいと思います。 これ、この3色で塗っていきます。ピンクと、あとサーモンピンクと肌色ですね。まずこの丹念になっている部分ですね。ちょっと目の、これをちょっとサーモンピンクで、ね、ちょっと塗っていきたいと思います。こうちょっとね、立体感をつけてあげるのに、 サーモンピンクで。ちょっとね、立体感をつけます。なかなかね、人物の。あの顔ってね。本当はこういうなんか、漫画っぽい顔はね、立体感つけない方が可愛いんですよ。でもね、あの。好み。 多分これも好みの問題なんですけど、私は立体感があった方が好きなので、ちょっと立体感をつけてあげます。こういうふうにね、こう顎の部分も、ちょっと、ね、サーモンピンクを入れてあげます。 唇の下ですね。ここもちょっと凹んでますので、サーモンピンクを入れてってあげます。はい。あと目の下の部分ですね。ここもちょっとくぼんでますね。はい。こういう風にくぼんでるなーっていうところにサーモンピンクを入れてってあげます。あと影の部分ですね。ここは後から塗りましょうね。あと体も同じように塗っていきます。今日は顔の部分をしましょうね。で、次にこの 肌色で上から薄く塗ってあげます。これ、あの、サーモンピンクで塗るだけでもかなりこう、なんていうのかな。立体感が出るので、まあ、後からね、あ、ここもちょっとサーモン入れてへこんだ感じ出したいなっていうときはこういうふうに、ね。 でこういうふうに肌色で、えー、塗ってってあげます。まあ、あの、塗らないっていう方法もあるんですけど、肌を。やっぱりね、私はこう個人的に塗った方が好きなので。うん、こういうふうにね。まあ、本当にざっとでいいです、ここの部分は。あとからね、唇を描いたりとか、あのー、しますので、あと耳もね、ちょっと、ちょっとサーモンで。 こういういうにねではいもう薄くていいです割とねあのこのコーリンの色鉛筆もすごいなんかあのものすごい色が出るんですねうん、ここあとで消しゴムで消しましょうねちょっと間違ったところ塗っちゃったかもしれない。なので あの、発色がすごくいいので、軽く塗るだけでものすごい濃い色が出ます。えー、日本の昔ね、あの、コーリン色鉛筆って私が小学校の頃よく使ってた色鉛筆なんですけど、えー、一時期なくなってたんですよね。で、工場をあの、タイに移して、またメーカーさん始めたみたいなんですね。本当になんかこういう安くて、あの、とっても発色のいい色鉛筆なので、えー、おすすめです。はい。 でまたね、あの、この、グレーとかも、後で入れてきますので、大、あの、本当にあの、適当でいいです。こういう肌塗りは。でね、ちょっと、こういうふうにね、足りないところは、こう、入れてってあげましょう。ね、こういうふうに、サーモンピンクを塗ってきます。このピンクを、 こ,こら辺もうちょっとね入れてあげた方がいいかな、はい、もうほんと薄く塗るだけで本当に筆圧あのー、筆圧本当にとに少しであのすごい濃い色が出ますでピンクですねほっぺの部分ですねちょっと これは本当にね、あの、お化粧するみたいな感じで、チークを入れるような感じでね、あの、塗ってってあげると、とってもうまくできると思います。私もお化粧下手なんですけどね。<laughs> あんまりね、はい。ね、ほっぺのところに、ピンクと、あと、目の周りですね。ここにちょっとね、ピンクを入れてってあげましょう。 これだけでね、ちょっとあの、表情が変わってきますよね。はい。であと、ここは赤を入れたりとかしますので、はい。はい、ね。あと、耳ですね。この部分もこうピンクを入れて、はい。 はい、こういう感じで他の部分にもあの皮膚の色を塗っていきます。今日はここまでです。それでは皆さんまたごきげんよう。